はい、 EV トゥクトゥク 12V の変圧器の位置説明です。後部座席の、後ろのカバーですね、これネジ取って開けてもらうとこうなっててですね、ここにあるのが 12V の変圧器になります。これを新しいものと交換していただくということになります。この 12V の変圧器ですね、たまに壊れることがあります。で、壊れる原因としては、12V 系で動いてる電子部品とか、まあ、スイッチとかメーターパネルとかですね、あの辺をちょっといじってですね、例えばちょっと 12V 短絡されてバシッといっちゃったみたいな時に、まあその時は大丈夫なんですけども、しばらくして中の拍子に壊れるといったことがあるようです。そういう時はこちらを変えてもらうということになります。